私な、何持ってったらいいんやっけ。まあもういらんよ。久しぶりすぎて思うから。準備したし。 SPD シューズ大丈夫。うん、普通にシューズとして使い使える。後で説明するけど、SPD シューズ新しくしました。今まで SPD SL やったやん、うん、あれもういらんわ。なんで？もう俺らみたいなそこら辺走るだけだったらいらない。確かに SPD の方がいい。行きやすいしね、靴が。それどう？サイズアップ？うん、サイズはアップそう。片面フラットで片面がウィンディング仕様のやつだから、うん、今日久々だからどっちでもいいよ。服ね、私のラファー貸してます。持ってきてないからね。ヘルメットとシューズ持ってきたけど、うん、いい。まず説明させて。ヘルメット使う分は、はい、新車です一応動画見た人分かると思うんだけど、一回クラック入って全く一緒なものを買いました、うん、探し合っててね。結構古いモデルだけど、うん、で前回がね、これ XS サイズだったやん、うん、あのまあ、適正なサイズでいくと、うん、これ XXS っていう一番ちっちゃいサイズだから、うん、あのシートポストがだいぶ上がってる今回、うんうん、で、付箋も長くして、うん、ポジション出しはね、うん、あの組み立て動画の時に見てもらえば分かるんですけど、うん、もうしてます、うん、フレームがちょっとちっちゃくなってるからボトルケージ1個しか使わない。あ、うん、組み立ててから2年間乗ってないで、マジで、うん、マジで乗ってないの。ほぼ乗ってない。1回だからそのポジション出しだけで数キロ乗ったぐらいで、うんうん、で、前回のクォーターと違うとこあるの。説明するわ。まずね、もうスラム組ライバル、スラムのライバルっていう、うん、コンプ使ってます、うん、11速の、うん、でもうこっちは105の5800、うん、これ5800って珍しいで、今7100だから、7100、7000、5800だから2世代前の新品です、うん、でしかも短い65mm ね。でね、組み立てからちょっとまたカスタムしてんだけど、うん、あまりにブレーキの利き悪すぎて、スラムが、うん、スラム悪すぎだって。だからシマムにした、うん、R7000、うん、だここだけ R7000、うん、世代違いなんだけど、うん、で一応ゾンダに戻した。ゾンダ今回、まあ、ブレーキやっぱ効きやすいし、うん、カーボンはちょっとあれかな。でブレーキめっちゃ効きやすい、うん、見直しとこれパナレーサーのアジリスト、うん、これ俺がのちょっと案件で買ったやつ、うんうん、ほぼ10キロぐらいしか乗ってないやつなんだけど、うん、ファンネーサーから許可もらってて、うん、うちの妻も支給してくれるって話もあって、うん、私のおかげですですね女性用サドル、お尻に欲しいね、うん、これがいいんだよね、うん、で操作方法全然違うんだけど、また嫌だったら組み直すから、うん、105R7000、うんうん、でこれスラムの変速の仕方っていうのが、うん、特殊なんですよ、うん、ちょっとシマノと違うんですよ。シマノやったらここで重くしてここで太いレバーこっちにやると軽くなるじゃん、うん、全部ここで操作する、うん、で重くしたい時、うん、軽めに押す、うん、ちょっとこのハンタッチ的な、うん、カチカチ、うん、で上げたい時はここをちょっと奥に押す、うん、と上がる、うん、一応リアはすごい姫だからだいぶ変速クラムの手が良くなってる。でちょっと押し切らんと逆に上がったり下がったりするから、操作は慣れるまで見てる。フロントディレラーはで上げたい時はちょっと奥にやらなあかんねんけど、うん、まあやりづらいね、うん、今日はね危ないくないコース選んでるんで、うん、復帰一段っていうことでちょっと近所走っていきたいと思います、うん、で行こう。減速止まります。こっち側はまらんはずない。フラットの方ははまらんの。絶対はまらん。じゃあまず小浜漁港まで行きましょう。はい、あそこ広いから練習にもいい。どう久々は。めっちゃ進むじゃん。全然滑らかって言ったけど、めっちゃ滑らか。タイヤもいいやと思う。
さ相当いい、うん、楽やろ。なんか全然さ段差とかジャミジャミ感がないということで今ここ若狭小浜食文化館、食文化館、ここね、あの小浜漁港ってめちゃくちゃ広い道だから、道っていうか駐車場、うん、ここで一回ビンディングやってみる、うん、ここなら危なくないし、うん、ここでちょっと一回練習してみようか。ここ広場で、ここで一回ビンディングつけてみる。どう？これハマるやろ、簡単やろ、うんなんで SPG で SL4 までやってきたから余裕だと思うけど、一回ここで左つけてまっすぐ走って、ゆっくり減速して外してみよう、うん、そうだね、そっちやな、片方があれだからさ、フラットだからちょっとあれやけど、多分ね、あのぬるってはまるんや。 SPG SL は勝ちなんやけど、だからもうはまってんのよ実は。はまった、はまらん、いいよ、全然いいよ、行動でやるんや。はまってるわ。はまってるやろ、ぬるやろ、だからすぐ外れんの、こうやってひねれば。シングルクリートにしたと思うんだけど、確かシングルクリート。ああ多分、うん、もうペダルに足乗せて踏み込んだ時点ではまってるわけね、左入って、この駐車場みたいなとこ。よし、旋回なりなんなり走ってみて、一回。はい、左外してみて。左のクリート外して、止まってみて、停車。いけるね。どう？いける。あ、フラットでもいいからね、別に。別にだからハマらんくてもいいじゃん。あ、ハマらんでもいい。あれはハマってないと絶対危ないやん。あれはハマってないと危ない。けどこれは別にハマらんくても大丈夫やん。そうそう、だからさ、趣味で乗る人は絶対 SPD でいいんだって。だから大丈夫やと思う。うん、消耗も激しいし。うん、なんで SPD SL ロードバイク乗りに多いかっていうと。あれカーボンとかでできてるの、樹脂とか、まあ、いわゆる。でシューズ自体もめちゃくちゃ軽量なわけ。こういう風に歩く用に考えてないから、もう漕ぐ用に考えてるから、シューズ軽いで、あとウィンディングペダルもカーボンでできてるから、こう回す時のここがね軽いわけよ。この重いのと軽いのだったらやっぱ軽い方が楽じゃん、楽に遠くまで走れるじゃん。だから SPD って金属ね、ペダルも基本的に、だから重たいんだよ。けど歩きやすいし、そんな長距離乗らない人は絶対こっちの方がいい。あ、行動出るよ、行動。左曲がります。ここ右側が歩行者自転車道で、うん、海沿い走れるから、うん、当たりますよ、はい、なんかあれ、あれ何、子供行くやつ。あ、そうっすよ、子供だっけ。いや、子供巡りの遊覧船じゃん。前から人、はい、3人、はい、あと左側行ってるから右行こう、右側行く。ここは何でしょう。ここは人魚の浜ですね。どういう一帯が。人魚伝説っていうのがあって、800ビグニみたいな、はい、なんですか、人魚が出るんですか。人魚の肉を食べると、うん、まあ、フロウシ、そう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 、フロウシ、よくあるやつね、うん、それオバマが有名なの。なんかオバマの、あの言い伝え、お、言い伝えっていうか、なんかあのアスレチックみたいなとこがあるんやけど、
そこの奥に洞窟がある。その800ビクニさんがあの身を潜めたという、最後に、って言われてます。なんかチリとテチンっていう連続でテレビ小説の舞台にもなったんですか。そうそうそう、朝ドラね。本当や。じゃあ今からね、あそこの山見えると思うんだけど、若サイクル、若狭湾自転車道、小浜大井線、そこを途中まで走りましょう。登って、終わり。はい、OK。今日は軽くね。軽くね。今日はリハビリだから。娘もいるわけですしね。まあそうね。これこっちから撮るわ。ああ。まあ余裕だよ。一応この歩道を走ってもよくて、このまま自転車道になる、今から。そう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 、まあ道路走ってもいいし、自転車道走ってもいいし、ここは自転車道でいいかなと思って。その方がいいかな。ただ歩行者が来るから、ちょっとそこだけ。はい、ちょっと登ります。サモカイドやってみる。頑張ってください。ありがとう。頑張れ。ありがとう。応援されたんだけど。なんか競技やと思う。サバカイドミュージアムって、ここは何ですか。知らない、初めて。知らない、新しいとこやね。なんかすげえ写真スポットみたいなとこある。サバ街道起点らしいよ。はい、うちは8ヶ月の赤ちゃんがいて、8ヶ月っていうと、もうあの保育園入れれる時期、8ヶ月から入れるっていうところで、今日実家に預けて、まあ寂しいかもしれないけど。あ、私が？そう、生まれてから一度も自転車乗ってないですよね。そうやな。今日どうでした？ロードバイクじゃないですか、しかも。なんかすごい久々に乗ったんやけど、こんなシーって行くんやなって改めてね、改めて実感したというか。運動も全然できてなかったし、まあ軽く、もう全然しんどくない程度に、あの楽しく乗れたから、ストレス解消になったなって思う。7キロぐらいしか乗ってないけど、だから全然疲れてないもん。母乳で育ててるから。そうやな、ちょっと 3、4時間ぐらいが限度かなって感じやしな。あとこのやっぱり靴、ペダルすごい良かった。スピーディー、カチャンってはまりきらんから、なんやろ、怖くなかったというか、やっぱちょっと怖かったよね前は。しっかりこう固定されてしまうから、こけた時どうしようとかさ、なんかそういうのが、立ちこけのリスクも少ないよね。全然なかったし、かといってそのほら
フラットじゃないから、うん、漕ぐ時の力も負担も少ないというか。うわ、それ良かった。うん、すごい良かったと思う。初心者はやっぱこれじゃない？こっちの方がいいよ。俺もそっちでおすすめするかな、うん、これで慣れてきたらその軽いやつ SL ね、うん、っていうのもありかなと思ったし、このタイヤもすごい良かったね。やっぱりアグリスト、うん、タイヤがやっぱ違うんじゃない？これタイヤ違うよ。アジリストは買えないよ。そうなん、高い？高い高い。いや、なんかどの路面走ってても新品の道路みたいな感じの滑り心地というか乗り心地というかだったかな。一応今 25C の7気圧で調整してるから、うん、そんな、まあ、9ぐらいまで入るのかな、うんうん、そんな高めにはしてないから程よいのは7かなって感じ、うん、自分の体重的に、はあはあはあ、それは良かった。あとコース設定も良かったと思うよ。ちょっと奈良市であの、うん、走ってで変速の感じとかビンディングの感じとか見て、いやだって2年ぶりじゃん乗れたからなんかいきなり用意スタートで乗らされたらちょっと怖かったかもしれんけど、うん、あとその全部あの行動なんやけど、あの車が横に常にいる状況じゃなくて、まあ、田舎やし、まあ、自転車道を選んだよ今日は。まあそもそも車が少ないっていうのと自転車道メインやったから、なんか恐怖感がなかった。一応その手のプロなんで、うん、私はさすがやね。どうも。声ですごい言ってくれたから早めにな、なんかここで止まるとか前に人が3人いるとか褒めても何も出んけど、じゃあもうそろそろ帰ろう。うん、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。